も始まりました。レビットパッチの月曜どこのお時間でございます。こんにちは。どうも。どうも。うわいや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 。月に一度無才無才男二人が集まる番組でございます。やります。レビさんのパチロボっていうアプリ知ってます？どうしたんですか急に。サイトセブンのそのパチロボっていうアプリがあって、あそこで結構サイトセブンの番組昔のやつ流れてたりするんですよ。あ、そうなんですか今。で僕パチロボこの間ちょっといじってたアプリをね。なん言われたんですか？違う宣伝しろって言われてるわけじゃない。俺聞いてないからいきなり宣伝のくだり。いや多分ありがたいだろうなって思う。ですけど、ああ違う、言われたわけじゃない。別にこうあれではないです。でそのアプリが、ごめんね。今後ともではないです。ちょっとそれかなと思っちゃった。違う。そのアプリで、ゲッツエルが流れてたんですよ。ああ昔のね、結構昔の前、はいはいはい、僕ちょっと懐かしく見たの。老けましたね。誰あれ老けた、うん、ああ、そっか。やり方が親父だもん、やっぱもう。何で若かったの？若かった。エネルギッシュ、2人とも、キビキビしてましたよ。でこんなことをね言ってこの話の流れからだとすごいフレッシュな人が来るかと思うじゃないですか。まあ絶対そうでしょ。ノーマルおっさんですよ今日来るのも。ノーマル親父ですよ。嘘でしょ。ノーマル親父。親父二人でいいでしょう。もうもうお分かりでしょう。入ってもらいましょうか。はい、この方ならお願いします。どうもガチフォーだよ。ガチフォーになりました。今年41だ。41ガチだわ。もう41ですか今年ね。41今40、はい、41かガチガチアラフォーで。なんでそんなに絞ったんですか急に。確かにもう前回から痩せていいじゃないですか顔が。いきなりそう痩せたの。何モテようとしてですか。モテようとしてやつ嫌だ。そうじゃない俺は許さない。そうじゃない。でもね23キロ痩せたんだよ。すげえ。23キロですよ。え期間はどのぐらいですか。1月頭になって1月末から始めて今6月半年未満っすよ。そうですね5ヶ月5ヶ月ぐらい。本出しゃいいんじゃないですか。いやマジでもう一儲け。そう儲かるでしょ。いや儲かるね多分ね。23キロってなってね広告ってなれるもんね多分。だいぶなくなりましたよ。一万役でした。実話だもん。実話だから、ね、実際見た目でもこんなに変わってないから、うん、すごい。前回出た時は103キロぐらいだったと思う。今は今80キロなんで俺より軽くなってる。嘘やっぱ身長違うからね。肉が重いからね。そうそう肉が重いから硬くて重いから、ね、85ぐらいある。そうですね。だからもうちょっと頑張ろうかなと。いやだからそんなわさびさんに来ていただきましたけど、前回来ていただいた時は、はい、まだ月曜日の時ですよね。月山どこになってました。月山どこは月山どこだった。ルールが改正されただけじゃない。あ、なんか変わったんですか。多分変わったんですよ、最近。そうなんですよ。前回来た時は、はいはい、わさびさんが負けたら、はい、視聴者さんにあげれなかったんですよ、はい、ただわさびさんが今回負けても我々が勝ってれば、はい、勝ったやつはあげれるっていう。ああ、なるほどなるほど、はいはい、そうだそうだ。より視聴者プレゼントが身近になりましたってことですね、まあ、わさびさんに限っては心配ないですけどね、いやいやいや確かに負けてるとこ見たことないもん。そんなことないよ。何それ負けてるとこ見たことない。ああじゃあ頑張ってまず景品を見ようと思ったんですけど、はい、あだ名を決めなくちゃならない。そうね。そう今さっきここ来るまで忘れてたから僕も忘れてるんで、もう我々も毎回鬱陶しそうな顔になるんですよ、ね、このくだりの時に邪魔くせえなと思って。誰も喜んでないんですよ、うん、そうそう見てる人も誰も喜んでない。誰一人笑ってないよ。誰も笑ってないよ。まだ一回も刺さってないんですよ、うん、滑ってるんですよ。ずーっと滑ってる。ずーっと滑ってる。どうしましょう。いや何も考えてないですよ。呼びやすいやつがですよね。呼びやすいやつがいいですよ。結局呼ばなくなっちゃったりするから、パッとすぐ。ああそうそう。まあでもついたことあるかもしれないけど、僕はほら携帯サイトでやってるコラムを見て、あの水風呂に入るようになった。水風呂に僕も入るようになったんで。おららら。サウナ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 マン。サウナ。サウナ。私サウナ。サウナ。おいいの。サウナってコロナさんに近くないですか。すごい。サウナ。サウナ。サウナっていなかったかと思ったら、コロナさんだ。サウナ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 。で、まあ俺もね、ちょっと痩せてきて筋トレもしたいんで。筋トレ。ジムで。ジム。あ、なんかいいね。アメリカのなんか子でいそうだもんね。短いジムみたいな。サウナとジムで。あ、わかりやすい。何で行きましょう。わかりやすい。簡単なんで。何で行きましょう。え、俺？俺も考えんの？そうです。そうですよ。もうなんかあるでしょ、こう生で生きてきてこんな呼ばれ方したかったら。いやそこ本当に考えてなかった。いや何でもいいですよ。何でもいいです。師匠でもいいし。そうなんか誰かいなかった。せめてせめてつけましょうか、うん、じゃあ花火にします。花火。ああいいじゃん、はい、花火わさび。花火はもう響きが似てる、うん、花火サウナジム。ああいい。呼びやすい。呼びやすい。呼びやすいってなるんですけど、うん、ほぼ呼ばない。ほぼ呼ばない。最近呼ばないよね。うん、呼べない、避けて通るんですよね。そうなんですよ、うん、忘れないようにしましょう。じゃあ忘れないようにしましょう。花火ジムで行きましょう。オッケーオッケー。全部カタカナ行きましょう。じゃあ景品ちょっと見て。オッケーオッケー。
ちょっとわさびさんこれがいいなって言わないでくださいね。はい、言わない言わない。痩せるやつねえかな。痩せるやつ。まだ痩せようとして。何キロバリ越しですか。70になりたい。はい。あと10キロ。これでね、なんか欲しいやつがあるんじゃないかな。これだって1個23枚だからめっちゃ取れますよ。本当だね。20個取れんじゃん。20個いける。20個いける。これ20台あったらちょっと爽快っすよね。棚買いできるね。わかりました。はい。それじゃあ、OK、実践に参りましょう。はい。それでは実践スタートでございます。さあ始まりました。リビンとバッチのゲッツエンドゴー。3人で力を合わせて視聴者のために景品ゲットを目指すこの番組。2人以上勝利でゲストにもおもてなし。今回はゲストにわさびを迎えての前半戦。そして彼たちが景品をゲットするために向かった先は東京都八王子市にあるコスミック八王子本店。ラインナップは多種多様にわたるスロット223台、パチンコ738台。詳しくはホームページをチェック。さあ全員勝利を目指して、私が選んだ台はパシのセイントセイヤ海王覚醒です。バカじゃねえの。もうダメだ。もうダメだ。あいつもうダメだ。あいつふざけてるわ朝から、マジでふざけたな。ボケたな。フラったらやめてくれ。ボケたぞ、あいつボケたぞ朝から。ボケじゃない、ごめんなさい。あの全国のセイントセイヤ打つ人はボケじゃないですけどね。じゃあ、私は番長3打ってきます。お願いします。はい、僕はデスクアップです。あ、ちゃんとですね。なんで僕の隣にどっちかがいないのかが不思議ですよ。本当に103パーなのに。103パーね。全員勝つならもちろんそこでしょう。はい、間違いないですよね。まあ、ね、本来であればね、今後増えるでしょうね。ライターがね、デスクアップ打ちます。あ、うん、あるでしょうね。そう、クラッキー打ちますとかバーサス打ちますの流れでね。ただデスクアップはね、結構あるじゃないですか、 ART だから。ART だし、技術会議の頻度も高いから、だから俺はそこで判別できると思ってるんですよ。俺コラムで書いたんですけど、うがった目で見てるな。どういう判別。目押しに自信のないライターはですね、はいはい、なんだかんだ理由をつけてディスクアップに逃げると思います。なるほど、はい、なるほどね。それが関係ない上手い人はそのまま普通に行くと思いますよ。あれはどうなんですか、はい、そのじゃあ、うん、私はちょっと目押しにあんまり自信がないんで、本来であればディスクアップ、あ、それは偉いんだ。あ、練習ね。いい子いい子しちゃおう。あ、それは偉いんだ、ね、いい子いい子しちゃおうね。なるほどなるほど。そういう風に言おう。この前ほらビッグ中さ、マイゲーム練習できるんで。あ、そうなんですよ。そうですよね。そうなんだよ。だからやった方がいいですよ。ほんと上手くなるよ多分。実際本当103ありそうな感じです、うん、ありそうですね。すげえ負けにくいです。本当に早く打とう。めちゃくちゃ重いんだ。重い、なぜか重いんだけど、引けなくてもなんか全然負けない。そうそうそう。鬼のように引けなかった日に負けるだけで。そう、しかもちょっとでしょ。 そんな大負けしないの。普通に打って、普通に引けてたら、いやいや勝っちゃう、勝っちゃう、勝っちゃう、どうしても勝っちゃう、どうしても勝っちゃう、どうしても勝っちゃ う本当に本当にそれぐらい感じるよ。そうそうそう、感じる感じる。花火は当時打ってたんですか。あ、ほらややこしくなるよこれ。あ、これは確かにあだ名なの。ちゃんとあだ名呼ばないと。これは確かに。あ、そうか、花火。あ、俺か。そうそう、これはそうだよ。え、当時って何。これは確かにディスクアップの。あ、いや、あんま打ってなかった当時。花火はディスクアップを打ってたんですかっていう。しょうがない、これはお前サウナが、お前それやったらサウナがつけたんだから。これはいかんわ。花火はね、ディスクアップはあんまり好きじゃなかった。ややこしい、ややこしいわテレビで。よくわかんなくなっちゃうな。あれじゃない、今変えとく。そう、ちょっと三尺玉とかにしとく。三尺。あ、いいっすね。三尺。三尺にしましょうか。三尺ね。あ、三尺いいっすね。なんか白尺みたいでいいんじゃない。白尺みたい。三尺ね。じゃあ三尺にしよう。三尺に変えよう。三尺は、はいはい、ディスクアップは当時多分4号機で2000年ぐらいなんですよ。うん、打ってない。あんまり打たなかったですね。だからそんな打ってないですよね、うん、言っても他に打つさいくらでもあったよ。そう、ほら俺もそうなんだよ。そうなりますよね。それ俺が言いたかったの。それ言うじゃないですか、あのディスクアップがっつって結構みんな書いたりとかね、うん、言うんだけど、お前らそんな打ってたかなみたいな。そうそうそう、わかる。でもまあ人気はあったよね。いや人気はあったし、本当に打ってた人もいると思うんだけど。いるけどディスクアップ打ってた人は相当好きな人だよ。なんか俺はそれは時代背景すべて含めて、うん、要はあの頃良かったなの言い方で、うん、ディスクアップ良かったなって言ってるような気がする。間違いないと思いますね。そうでしょ。だから俺もだからいいイメージあるんだよディスクアップって、っていうのもそんな打ってないけど、その時代はいっぱい偉大
回があったから、うん、そうね、その時に設置されてた台だからいいイメージっていう。そう、そうだと思いますよ。やっぱそうだよね、うん、そうそう、そうだと思う。なのにみんななんかディスクアップあの名機がとか言うから、わかるわかる、どんだけ言いたいことはわかる、どんだけ名機っぷり知ってんのよ。そうそうそう、我、我こそはみたいな、つなすとか嫌いでしょ。そうそう、じゃあいや本当に打ってればいいのよ。我こそはみたいな、ただいや振り返ってその当時戻ったらそんな打ってなくないみたいな。そう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 、わかるね。そう、絶対お前大花火打ってただろう。そうそうそう、そっちの方が多かっただろうみたいな。大花火しか打ってなかっただろうって思うんだよね。言うほどだったじゃん。だから本当にトータル 4,5 回しか打ってねえのに言ってる可能性あるから。あるある、ディスクアップ免疫だよねなんつって。おっさんあるあるね。そう、おっさん言っちゃう、言っちゃう感じね。そこはもう素直に僕はあの好きじゃなかった。そう、シャーブル打って、俺も打ってなかった、うん、そんなに。あの目押しもあれだったしね、うん、目押しも嫌だったから。あれ当たった。いやいやいや、すっげえドハズレ名で音楽続いてんだと思ったら連続エース発見したよ。お、あ、これ熱いな。でもすっげえ、あ、そうか、特殊リプレイだったかもしれないよ、見てなかった。あー、いるいるいるよこれ。お、初当たり、おめでとうございます。当たった、一発目早い。コシットスイカダブルテンパイハズレだよ。ビッグがいいな。 B って言われた。B じゃ両方ありますね。そうそう、 V だったらビッグだ。あーやべ、右中ナンバー止まった。あーあー、必ずテンパってレギュラー揃った。そのまま152ゲームレギュラー。レギュラー来たー。いや、いらんわクソボーナスだもんね、ほんとレギュラークソボーナス、ゴミボーナス。ほらほらほら、なんだっけ、ディスカップ初代は確かレギュラー2500分でしたかだったじゃん。2000分でしたっけ、まあ、あんま覚えてないけど、とにかく当たんない、本当のゴミだったんだよ。なるほどね、がっかりボーナス、投手ね、投手。そうそうそう、でも今回いっぱい引く上にゴミだから。子役めっちゃ悪いんだけど、これディスカップって数える意味ないよね。俺最近悟ってきたんだけど、数える意味ないっすよ、ね、いやマジ意味ないなと思って。だってじゃあ1だったらやめんのかっつったらやめる必要ねーし。そうそうそう、じゃあこれ数えんのやめた俺も今日。もうやめた。いいんじゃないですか、数えなくて。やめるやめる、うん、確かにそうっすよね。じゃあ何だったらやめようとするわけってなりますもんね。そう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 、ジェネラルバトル当たった。いやまだですね、まだ、かすりもしてないですから。マジかよ、もう一発ぐらいやっとかないと。時間的にほら ART 入れるんだったらもう。そうね、1回ぐらいやっとかないと。まだ引けてないし、ペース遅いよ。ちょっとこれ朝一で2人して1000いったら超ウケるんだけど。いや、ありえるな。ありえますね。ありえるね、それは。これせいやは半分ぐらいの確率だよ。ガンガン持ってかれちゃうんで。でもとりあえずジェネラルバトルからハマることはしょうがないとしても、ジェネラルバトルをもう一発で決めなきゃならない。そうだね、そこ決められれば問題ない、そこハマっても。そうなんですよ、そこなんですよね。そうだよ、これでも据え置きじゃねえかな。ちょっと据え置きの香り分かるもんね、その台、はい、あれずれるからね。移動してもいいよ、全長が移動もありですね。今のうちなら隣行けばラセツ打っちゃうかね。早い、いやまだ早いですね。もう移動、いや一回当ててから。一回当ててから、それが線を呼ぶよ。いやー分かる、それが致命傷。いや今日当たんない日です。さすが早いな、分かるのが。いやいや。もしかしたら僕もかもしれないですね。いや当たんない日最初からだよ。みんな分かってる。これ当たんない台かもしれないです。当たんないよ、据え置きだ。据え置き、据え置きっすね。どうする、どうする、これは一周いっちゃいます。一周いっちゃう、俺と同じ発想じゃない。やべえ、だからお前2人で勝たねえんだよ。だから2人とも1回当てるまで打ちますね。じゃあマジカメラ移動させたら面倒くせえんすよ。それは分かるよ。2万円目いきますって、もうみんな言ってるか。まだ僕1万です。お、俺8000円です。いやちょっと一番早いじゃん。コイン持ちはいいんで、ほらコイン持ちはいいって。そう、俺もいいんで。コイン持ち40ゲーム回るから。俺ら40以上回る。そうだそうだ、コイン持ちはいいんですよ、唯一のスクイ。だからそこでハマっちゃうと一番負けるかもしれない。ディスクアップ打ってこの3機種で一番負けたらやばいっすね。やばい、それも伝説だね。でも今まで朝からとりあえずしばらくビッグ1000分の1とか800分の1とかよくあるよ。
いやだからね、そうなるからな、800分の1あるんだよ。でもただただ黙って打つだけなんだよ、これだよ。そうそうですね、逆もあるっていうか、そう全部つながってるって考えですもんね。いや全然当たる気しねえ。いやこれはやばいぞ、幸先が全員軽々しく1万超えてくるパターンはなかなかないですね。なかなかよ。そうね、俺レギュラー1回引いたぜ。僕はまだ何も起きてない。俺は対決1、4、5回やったぜ。俺はまだコスモチャージやってます。あら、ちょっとでも強め、全長強めですな。当たるかな。どうか、中途半端じゃダメよ、中途半端じゃダメよ。あーダメだ、外れた。これはいか、外れた。アフロディーテ、あこれはいか、アフロディーテ外れた。全長だけちょっと強めでしたけどね。あー、序盤うわ、ほんまや。え、マジで本当に引いてる。なんだよおい、嘘、早っ。今先読みしたぞ、今上のランプ光ってる時に言ったから、超馬すげえ。気づいたわ、回ってる。今 MB だったから、うん、あ、なるほど、フルウェイトで回してたんですよ。なるほどね。だから上のランプがすげえ気づきました。ありがとうございます。私450ゲームハマりましたが、朝一超馬超ボーナスで。いや、すごい、すげえなー。あれ行かなくてよかったね、羅刹。危なかった。羅刹行こうかな、羅刹だな。危なかったな。1万円ちょうどだな、超馬だな。いいなー、引くよなー。いやー、 MB ベルは久々だな。MB ベルから行ったのは久々だ。我々そろそろやめた方がいいね。とりあえず、いや待って剣に、あの価値格みてえに思うなよ、超馬だ。全然別にノリでもね、全然価値格じゃねえから、超馬は。さっき超馬引いて負ける話を散々聞いてたよね。そう全然危ない。これはね、狙いってもベルが揃いますわ、 MB だから。はい、ベルが揃いますね。はい、MB ベル。いや、うまいわ、ね。ありがとうございます。ありがとうございます。これまた上からメモ調子きたもん。番長のレバーの叩き方は本当に上手ですな。うまいでしょ。あ、で誰がその長番台打ちするの？大根システム。これ誰かやる？超馬打たされるとか、ただの苦でしかない。そうね。もう呼んだら超めんどくせえと思うでしょ、これ。人の超馬打たされる。打つよ。これ7揃い0とかだったらマジしょぼいからね。いや、一個言ってましょう。うん、本当に。ただ天国のあのボーナスを消化して終わり。絶頂まで行っちゃいましょう、もう本当に。本当にいいの？ああ、揃った。そうですよ、5。5だよ。これ5なの？5。絶対違うよ。5は絶対違うって。5だよ。多分1か2だと思うんだよ。多分よ。ネガティブ。多分2だと思う。5。多分2だよ。わかんない。1と5なんか一緒なの？これでもな、ああ赤カットインだ。どうなの？青7とか揃っちゃい。この野郎。一角は出たけど赤だ。いいですね。逆から押しちゃう。逆からね。俺は3発目だ。早い。すげえすげえ。あらまだ。ハイペースじゃない？ああまだ3発。ハイペースでしょ？うん、青7で締めよう。青7で。僕のあれですよ、隣でセイヤを打ってるワコードが、あ、遠隔だみたいな目で見てます。俺を、はい、まあそうでしょう。いきなりね、番長好きのレビンが打って、はい、朝から超番だなんつって、はい、7をいきなり3つ揃えると、はい、これはおかしいよね。これはおかしいよ。ダメですよ、これ言ったら。隣のもう若者がああいう風にやりやがったなっつって。やりやがったなっつって。汚ねえやつだなっつって。だそういう時は、うん、そういう時は僕がトントンってこっち見てごらんっていう。俺も言いたいわ。いや、なんか引きそうな気がすんな、絶頂。絶頂ある？なんか引きそうな気がする。ありがとう、もうそれで番組は終了だよ。取れなか、OK なの。俺まだ何も当たってて。4発、ありがとうございます、ストック4。俺、天の声見てる、どっち。お見事でござる、ね。なんだ、この曲はなんだっけ、番長すりゃチェックメイトか。チェックメイト。しっかり最後まで聞きまして、ここから番長2の川の BGM と山頂の BGM へと移行します。あらら行きますね。おなじみのね、天国確定のね。いやー、どうする、また長番引いたら。
またもうどうする、もう次の跳馬のこと考えてる、すごい衝撃、衝撃、俺なんか光りそうな気がして、ランプが上の病気ね、ただの病気。いや本当に、おいこんなこと言って光ったら知らねえからな。いやいやいや、いいよ別に、え別にいいよ、知らねえからな、意味わかんないし光っちゃうぞ、光っちゃうぞ、全然引いてもらって構わねえ、上のランプが光っちゃうぞすぐ今消化し終わったばっかりだって光りそうだよ、やばい、もうランプじゃねえだろ、先ペカ、先ペカだよ、先ペカ、いいねそのポジティブがあ楽しくてしょうがないね、やっぱりね、本当だよ、楽しいですね、病的なポジおい、さあボタン出ましたよ、カモンっていうボタンが出たよ、お願いします、色は白ですね、それはそう、それは白です、では行かせていただきます、設定後の据え置きの台でそうですね、カモン絶頂言えよ、そこはそこは今言えば、もう前半戦完璧だったもん、それでこれは完璧だっただろうなまあ言わなかったか、俺はもう嘘 6% でいいからもう言えと思ったよ、なんか毎回言いそうな気がしちゃう、だからな番長スリーって、番長スリーマジその瞬間だから面白い、でもこれ油断してる間に超倍引っかもよ、いやいやどういうメンタルだよマジで、本当は俺もう放心状態で言ってんのよ確かに結構投資いっちゃってんじゃないですか、その間に俺今18、ほら、ほら18、結構いってんじゃん、早い、負け頭、負け頭でまさかの負け頭、うん、大して伸びねえ気がすんな、これなんで急にネガティブだったのなんで今急にネガティブ、ね、情緒不安定なんですよすげえ厄介だ、ね、急に怖くなってきてね、今どうせ俺なんて終わんだろうなその状況で超情緒不安定はすげえ厄介だな、マジで、お、赤文字だ、一応一応あれ、赤、あ、行こうか、あんの、行かないんです、なかなか出ないけどね、あ、いたいたいた、赤は出ないもんね、よかった、出ないもんね、赤出る、これゲーム数で当たったな、700の、あら当たった、とりあえずまあこれを当たったって呼んでいいのかどうかわからないんですけど、あ、まあね、ゼネラルバトル27で、よしこれで持ってきます、お任せやがるね、16,000円、これめっちゃ大事だな、ついにサウナが見せ場きましたよ、ゼネラル勝ちます、夕日が第2まで大きく、第3で温泉に、おぉ、うわ、行った、本当に温泉行った、マジで、ループ、ループしたよ、5だ、なんか現実的に見えてくると声が小さくなるとねいやー今、だいたい煽って終わるじゃん、夕日なんて、行けっつったら温泉行っちゃったよ、5だ、5だよ、マジかよ、これ絶頂行くんじゃない、絶頂だ、あ、たパンダ頼む、あ、これなんだ、中断弁当だから今日弁当、いやいや待って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 、またポジティブになってるよ待って待って、中断弁当だから今日弁当って待って、そこを押してるのはお前だあ、終わった、ダメだ、これはこれは、そっか、いや、あっちの方が先に来るな、俺の方が早い、じゃあこれちょうど勝ってプッシュまでは行こう、プッシュまで行って、いや見せてほしいですね、天国ですよこれ、絶頂、絶頂見せてほしいな、赤、あー白、おーい、おいしょい、惜しかったけどなおいしょ、天国ループ、おー、じゃあ私がやるしかないね、それでは私ジェネラルバトル参ります、どなたですか、笛の人、ソレント、レッツゴー、ちょっとここから俺は BB やる前に見てるから、よし、レアプ役強制引け、おー、いけるぞ、よっしゃ、一緒、本当に一緒、
本当に有言実行じゃねえか。だから3発引きますって、もう今日チェリー引いたよ。今日今日チェリーだけで勝つから。いやマジで応援してるよ。あ敵危ない。おいそれお前、あー今日チェ引け、今日チェ、あークソイカか。セリフ次第、セリフ何、アルデバランを倒した男を覚えた。やばい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 やつ。あー背景ない。あっ勝ったー。すげえすげえ、一発一発抜け。あの強チェ聞いたかもね。すごいね、聞きましたね。 あの強チェ、あーもらった。今日ついに来た、私のコスモが爆発する気が。すごい商品ゲットの商品、一発はすごいよ。いや景品だ、どれやったな。これおっしゃ来たー。行って、お、サウナめちゃくちゃいけそうな雰囲気になってきたぞ。これめちゃくちゃいけそう。これで2人勝つからあとは俺ってやつ。そうですね。これそうですよ、マジで。しかもディスカップ、ディスカップ。いやかもらったでしょこれ。全勝、上の気持ちが530ってなってますよ。よし、まずは目標300ゲーム。そうだね、そこで100ゲームとかやってったらもうダメだからね。ここですよね、まずは。マジでマジで最低200は最低。カットインカモン、カットインカモン。早めにやらかすなよ。お前やばいやばい、やらかすなよ。せいや一回も打ったことないから、こう聞いてても全然情景が浮かばないんだよね。なるほど、危ない。何をやってんだろうな。特化ゾーン、特化ゾーン、特化ゾーンね、最初の。はいはい、うわやばい。これペガサス覚醒、フリーズくれ、フリーズくれ。平均200のところあいつ100ゲームで終わろうとしてる。なるほど、平均200ね。よし、あいったいったいった、誰かいた、いた、30ゲームだ、30ゲーム、30ゲームで、ほらほら30ゲーム。なんでわかるんだ。だいたい30、だいたい30です。いや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 、あよ、危ねえ。まだ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 160、そこでカットイン。あ、しゃしゃしゃ、ありがとうございます。よしよしよし、ドスデイ、はい、来た、210。フェニックス、フェニックス、あー満身した。あーでも満身した、完全に満身したのか今。はい、赤7揃えて満身しました。あーまあでも平均超えたからね。 OK です、210ゲームスタート。210、はい、いいじゃないですか、上出来でございます。さあここから千日戦争までいきましょう。ごめんね、サウナの見せ場だったら俺が割り込んで。散々散々長番で喋ったのにまだ入ってます。30しかも30出てきちゃう。黙ってろよみたいな、もう思ったわ今。30 と、ここでそろそろこのお時間ですね。トークのコーナーです。トークのコーナーです。どうもどうもどうも。さあさあ今回は、はい、三尺さんことわさびさんに来ていただいております。三尺です。どうも、ようこそ。三尺ですって言うとなんか落語家っぽいっすね。そうですね、三遊亭三尺、三遊亭三尺、わさび原三尺というわけで、はい、トークのコーナーなんですけども、リニューアルしてからですね、はいはいはい、まずはね、あの、うん、お宮のコーナーができまして、はい、はい、私とレビンさんがいろんなとこに行くので、はいはいはい、その時に行ったところのご当地もののお宮をご紹介するというコーナーができました。いいですね、いいコーナーですね、はい、で何回かやってるんですけれども、今のところこれといって跳ねてはないです。そうですね、跳ねようよ、なんか全体的に跳ねてないみたいな感じに話してましたよ。今食レポの技術が、うん、技術がね、追っつかないと。なるほどね、素敵なものを買ってきているんですけれども、うん、あ、まあね、美味しい、美味しいしか言わない、美味しいしか言わない、なんならちょっとマイナスにしてる部分もあって、あ、まあ、あの、そう、いいものなのに、うん、我々が言うことによってマイナスイメージがついて、僕が視聴者だったらあのやる必要あったって言っちゃう。普通逆なんだけどね、うん、あれ食べてみたいじゃない、あー美味しそうっていう、今度行ったら買ってみようかしらっていう情報よりも怒られますよ、そろそろ地元の人たち。そうですよ。でも食べ物なんでしょ。基本食べ物です、うん、楽しみ。いよいよ怒られますよ、ます、ね、ちょっとやめてくれるっつって。怒られないとこ攻めたいですね。そうだよね、怒られないとこで。だからなるべく名門どころを避けて、そうそうそう、これはこんなのあるんだぐらいのやつにしてる。ぜひ取り上げてくれって言ってくれるところやっていきたいですけど、まあ、はいはいはい、今日は残念ながら、はい、名門どころをちょっと、名門どころなんですね、私の番なんですけど、今日はですね、はい、今回も、岐阜県から、はい、持ってきました、はい、明豊ハム。お、ハム、ティ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 
ハムっぽくないっすね。そうなんか調味料的な、うん、これがねちょっと変わったハムでしてね、これ岐阜っていうよりまあ東海地方で結構名物らしくて有名らしいんですけど、うん、まあ、大体あのお宮といえばここまで結構甘いものだったし、はい、ただ糖質制限されてるっておっしゃってますので、炭水化物は、はい、お少ない少ない少ないです、セーフ、はい、タンパク質はタンパク質はタンパク質 2.8g 筋肉の元タンパク質 18.9g です。あ、ちょ、マジで、おい、18.9g、 いいじゃん、これはジャストフィット知らねえよ、おめでた食じゃねえよってね、食べたいもの食べろよ、おびよのコーナーなんだから、俺じゃなかった、そうも言って、主役違った、主役違った、でもあ、そうか、俺じゃなかった、でも甘いもんじゃないものしてくれたってことね、やってるからあれなんですよ、うん、あのもうやる必要ねえ、跳ねないね、あの地方のとにかく美味しいもん買ってきましたけどね、大体ここから入る人はいないんですよ、そうですね、確かにそういうの食べてみましょうよ、食べてもらいましょう、はい、おすごいですね、切っていただいたのがございますので、わ、この厚切りで、はい、あらこれマジうまそうですね、美味しそう美味しそう、これはもありますから、ぜひぜひ、すごいそうですね、これいっちゃってください、あげます、ええ、そんなに？結構ね、はい、いきなりそんな違うんすか？うん、これね、これ結構驚きあるよ。本当っすか？うん、もう一口目から。うん、あのまず肉固めたっていう時点で、うん、結構あのハムステーキみたいな固めてあるやつあるじゃないですか。はいはいはい、なんかボロボロっとして柔らかいのかと思ったんですけど、はいはいはい、これすごい弾力で実はちゃんとハムっすよこれ。へえ、なんかね、うん、あ、何でしたっけ？パルムじゃねえや。パルムアイスか。パルムスパムスパムスパムだ、そうそう、だからああいう感じで柔らかい、柔らかい感じかと思ったんですけど、あ、スパムみたいな感じかと思った、うん、へえ、いや、すごい弾力、うん、食べてみてください、いいですか、これで刺して食べると、多分硬いというかその弾力でポロって取れちゃうから、じゃあ手で痛いじゃん、うん、あ、ほんとか、すっごい美味しい、これうまっ、うん、めっちゃ美味しいですよね、これ本当に美味しい。うわー、これハムカツにしたらうまいだろうな、うん。うまいっすよね。うまい。へえ、いいやつでしたね。いいですね。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございました。いや、いいコーナーだった。今回こうヒットしてあげたから、はい、これ食いながらずっとこうなってやってもう全然やってもいいですよ、もうなくなってると全然気にしてねえじゃねえかみたいになってくるから、そのオープニングでお届くなおいあ、これリバウンドするぞあいつってなるみたいな、じゃあ我慢し、我慢ずっと我慢し、ずっと我慢し、あえーこれじゃあ後でね、後でいただいて、いや美味しいわこれ、本当これはうまい、サンドイッチとかでハムカツとか食べないですか、あれあれ食べます、俺もあればっかり狙ってます、コピー言ってたら、もうもうちょっとねえじゃねえかハムカツかってなりますよね、並んでないと、最近チキンとか増えてきちゃってね、あー確かにねあのホットスナックのとこですか、そうそうそう、ハムカツ最近なくなったよ ね、 ね、ハムカツのあの昔ながらのあれが僕はいいんです、なんなら2つ3つ並んでるやつが、分かる分かる分かる、薄いやつ、ね、そう薄いやつ、薄くやせようのいいってね、分かる、え、あの薄いペラペラのハムカツ好きなの、あれ大好きだよ、あれほとんど衣じゃんあれ、そうなの、それがまた熱いのもうまいですけど、ね、薄いのも薄いのもうまいですよ、そうなんだよ、へで最近減ってきてる、ちょっと絶滅しつつあるんですよ、え、じゃ あ、 あの駄菓子のビッグカツとかでもいいじゃん、あれは違う、あれじゃあ俺うるせえな、うるせえんだな、あれはやっぱ好きだとうるせえんだな、でも確かにこの明豊ハムハムカツって言ったら相当うまいでしょ、ね、相当しちゃったら絶対うまいっつって、相当うまいと思う、これでも軽く両面焼いただけでも相当美味しそう、相当うまい、チキンない作ってえハムカツにして2連続おみや2連続明豊ハムでいくっすか、個人的に番組関係なく関係ない、向こうには明豊ハムを使った料理を出してくれる店とかないのね、 あるでしょう ねありそうよ、めちゃくちゃ行きたいね、個人店居酒屋みたいなのは、うん、だってこれ切っただけでこんだけうまいですもん ね焼いてまずうまいし揚げてうまいだろうし、またハムの話しちゃった、いやこれ本当でも見た目と全く違う食感だよねこれは確かに本当美味しい、これはね、マジです、マジですよ、これやりましょう、はい、1個やりますか、これ実はリニューアルしてから、うん、やりましょう、わさびさんに対する質問、あ、はい、もうあだ名、おいす、わさびさんじゃない、三尺って呼んで、三尺さんに対する、はいはいはい、これ質問が詰まっております、うん、これはね、簡単に取れるんですか、これもこっちに行きます、力ですよ、じゃあ私行きますね、いや、やってください、やってください、やりましょう、行きますよ、あー、これ1、もう100円ですけどね、あー、なるほど、え、これいくらかかんのこれ、あ、三枚。行こう行こう。手前から行こう。どっちが強いんだっけ？どっちが強いんだっけ？これ。これ両方です。これゴリゴリに強いやつなんだ。これ取れないやつなんかいないよね。
ただ唯一の問題があるとすれば、何してんの、開いてない、開いてない、食事が悪い、開いてない、違う、開かないんだよ、なんだよこれ、これ高くて開かないんだよ早く時間切れになっちゃう、早く早く早く、あと焦るんだよ、時間切れあんのこれ、時間切れあるんだよ、ほら、どんどん時間が、ほら、おー、すげー、いった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 よ、よし、いったいった、取れた取れた取れた、さすが青UFO キャッチャープロ、あー、当たり前でしたよ、あー、ゲームセンター嵐だろ、誰もわかんないよゲームセンター嵐、はい、おめでとうございます、来ましたね、質問が入ってるんです、ね、三尺さんへの、でで、うん、質問が、ペンネームタバスコさんからいただきました、はい、ほ、ブログやツイッターなどの SNS はやらない主義ですか、会いに行きたいのですがスケジュールがわからなくて困っています、すごい、あ、ガチの質問、なんかガチですね、これはブログやツイッターなど SNS 関連はやってない、やってない、やってないんだ、はい、やってないです、スケジュールどっかに乗っけてるんですか、乗っけてないです、あら、あら、これは会いに行けないですね、じゃあ、はい、急に来る、そうです、急に急に来て花火って急に帰るへえ、どうやって探すんだろう、それ、いや、わかんないです、どうやって探してくださってるのかもよくわかんないですけど、多分その各代理店さんのホームページとかでご覧になってんじゃないかなと思うんですけど、私は一切何も発信してないです、何もやらないんですか、やんないです、それなんか理由あるんですか、 LINE もやんないです、 LINE もやんない、え、な、え、なんでやるんですか、逆に便利だからですか、え、便利、まず LINE は仕事上めっちゃ便利ですよ、はい、あ、それはね、でもやってくれって言われるんですけど、ですよね、うん、マリモさんがしばらくやってなかったんですよ、あ、そうなんですね、うん、俺もあの、なんか気も気味悪いからやらないみたいな、うんうんうん、ずっと言ってたんですけど、もう最近ではあの変なスタンプとか送ってきました、マジで調子乗っちゃった、やりだしたら止まん、面白くなっちゃった、え、でも最近のほら乗っ取りがあったりするでしょ、あー、ありましたね、ね、そういうのはちょっとちょいちょい聞いたりしましたけど、へー、ブログもツイッターも、ブログ昔やってましたけど、はい、こんなこと 今だから時効だから言えるのかもしれないですけど、はい、金もらってたからやってただけで、あー、なるほど、はい、終わった時に、あー、ニフティではないですけど、あ、違う、うん、終わった時に普通に辞めました、仕事でやってたってことですね、そうですね、更新頻度は高かったですよ、一時は365日更新してた時もありましたし、はい、ランキングも10位以内に入ったりとかしてた時もありましたし、でもやめたらもうもちろん当たりますけど、こんなになっちゃうんで、もう今はもう放置で見てもいないですね、自分で、めんどくさいからですか、シンプルに、はい、へー、まあ、分かる、僕 SNS の Twitter とか、うん、もういろんな意見が、あのもうそれこそあのもうテレビの前で、はいはい、昔だったらもうせんべい食べながらぼやくようなことが今インターネット上に載ってるじゃないですか、うん、まあ、いいよね、なるほど、なるほど、松本バッチおもんなみたいなことが普通に書いてあったりするんです、はいはい、確かにそれがもう全部インターネット使えば見えちゃうっていうのは、はい、いいとこあり悪いとこありだなと思いますから、めんどくさくなる時もありますもんね、そうですね、なんかその結局上げていくことによって、まあ、期待してくれる人が多分いらっしゃるんでしょうけど、それに答えられなくなった時のことが嫌なんで、あ、なるほど、うん、っていうのもありますね、じゃあタバスコさんはどうやって、はい、わさびさんの居場所やらないということですか、今後もやらない、勘で勘で勘でどこに住まうのか、他のライターのとか見てね、そうですね、ああ、お住まいは書いてないですね、県も書いてないんです、ああ、じゃあちょっと難しいですよね、今日はあの辺りにわさびさんこう来そうだから、なんとなくなんとなくこう来そうかなみたいな、主に花火から芝生見てもらって、そうそうそう、分かるかね、そんなのね、申し訳ないですね、だからまああれですね、その代理店さんとかの、はい、そうですね、ホームページ見ていただければ載ってるのかなと思いますけれども、はい、まあね、そうなんですよ、いや、そうか、まあそうですよね、それあのホールさんにもよく言われるんでね、はいはいはい、あ、宣伝してくれみたいな、うん、ここに来てるよって言ってくれ、そうそうそう、まあ、そうですよね、今結構多いですもんね、ただこれ一つやらないならやらないでいいかなと思うのが、はいはい、一貫してやらないのでどこに対しても不平等ではないかなとは思ってますよ、はい、そのルールの引き方あれですよ、そうですね、そもそもやってない、うん、こっちはやったのにこっちは書かねえのかよとかって言われても困ってしまいますしね、うん、まあそれでいいかなと今思ってますけど、はい、じゃあタバスコさん、はい、勘で勘でお願いします、勘で勘で花火の島を探してみてください、もし見つけたら名乗った方がいいと思いますよ、確かに、わさびさん勘ですからね、勘できましたから俺ねえ、そうね、ビッグあげるそしたら引いたビッグあげる、300万のために探してくださいということで、はい、今回のトークはここまで、続いては気になる実践の模様です、お楽しみに、いやー、すげえハマるまたハマるハマるよまたハマる
今何ゲームですか。今726。うわー怖えー。なんでハマんだろうね。まあそうなんだよな、本当にディスカップそのイメージが。いや本当そう、なんでそんなハマんだろう。あといつもね立ち上がり悪い。820、1000いくで。これなんでせいやと番長3みたいになってるなってるなってる。ゲーム数がノーマルノーマルっての一番ハマっちゃったよみたいな。そうそう、4枚目いきます。4枚目、あぶねえ。4枚目大丈夫だよ、戻ってくるから。まあ本人がそう言うなら俺らは心配しないけど。もう戻ってこない。俺が戻ってこないかもしれないけどね。お昼休みから、お昼休みで帰っちゃう。あれ絶頂は後半でいいか。後半絶頂割り振ってこう、出すタイミング。そう、天才感固めない。あんま喜ばれないから。もう前半はお腹いっぱいだから。俺に関してはね。あとはあの三尺が当ててくれれば。俺ももうお腹いっぱいだよ。お腹いっぱい。お腹いっぱい。なんでお腹いっぱいになっちゃった、うん、胸いっぱい。胸もいっぱいよ。一回も技術を披露してないですね。なんでお腹いっぱいになっちゃったよ。今んとこペイアウトに影響しないとこなんですけどね。そうですね、うん、そうそうそう。誰が売ってもみたいな。誰が追加こぼさないで売ってるぐらい。今のところ、今のところね、差が出ないですよ。それじゃ当てないと。刀を抜く場面がない。1000ゲーム突破だよ。突破しちゃった。突破しちゃった。しちゃった。まあでもチミチミと追加投資を繰り返すよりは記録だけは作っといて。ノーマルでね、千ハマリはね、ただこのうちのサウナがやってますからね、バーサスで。なるほど。バーサスでそれこそ ART で勝ったのを持ってったら負けたっていう。全部伸ばしたっていう。千ハマって守るどころかマイナスになる。何が守りじゃん。さあちょうど1000枚を超えたところでジェネラルバトル突入でございます。もうせめて2人だけでも勝って景品をくれ。確かに、せめて傷を癒すような。せめて景品をくれ。せめて景品をくれ。お任せや。あい、クリシュナでござる、もちろん。さあ行ってみよう。背景なし。ああ、初戦から必殺技をもらうパターン。潔い負け方。立つー立つー立つー。ちょっと若干希望の光が。あー、笛ソメント、どうだこれ。強チェリー欲しいんだな、これ強チェリーいるパターンだな。あー、背景ペガサスなし。そしてよし、ギリギリ2回連続。お前マジ2回連続必殺技とか。いやでも耐えれんじゃない、耐えれんじゃない。これアニメではあれですよ、5ハットですよ。こういうのは2連続は順番だもんね、はい、こういうのは5ハット。次は俺の番だよね。そうそう、こういうのは5ハットです。倒れるわそりゃ、さすがに。さすがにな。シュダメ。いやー、1035枚。ぼちぼち？ぼちぼちですね。ちょっと少ないです。はめさせられたかったんで、トップカツを引っ張ってこれなかったんでね。終わり。終わりました。じゃあ俺は10日目でですね、今高台寺行きまして、チャッピー倒しましたんで、カモンチャンスでございます。あら。3回目のチャンス。いただいてもいいですか？カモンいいですか？行っちゃって。お願いします。ボーナス。でしょうね。でしょうね。いやもうストックないからさ、これ言って欲しかったね。終わっちゃうからこれ、みんな終わっちゃうの。終わっちゃいますよこれ、多分ストックないですよ。もう通常時に戻りました。頼むよ。頼むよって。じゃらじゃらじゃら頼むよ。じゃらじゃらじゃらじゃないですよ。頼むよ本当で。3度からじゃ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 ないです。一体何をやってるんですか。40本目。いや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 、
1時間半もハマりやがってレギュラー1個引いてめちゃくちゃハマってんだよ。本当だよ、大打ちしてくれよ大打ち大根、通常時大根、通常時いよいよ何やってるか分かんなくなって通常時任せますみたいなすげえな、もうあと1000円差と5000円差しかなくなっちゃったよまさかディスクアップ入ってそうそうそう、もうだって前半で4、5回りは大丈夫だと思うじゃん。いや思う、余裕で思います、ね、よもやディスクアップ相手にお金がないので帰りますやばい、ほんと180分の1ぐらいの台だと、うわー、広角強チェリーだ、 50%、 それ熱いじゃん、これは熱々ですな、やばいね、180分の1ぐらいだと3000ゲームハマりぐらい見たことあるな、1回やめてまだまだじゃねえか、じゃあバックトゥーザフューチャーっていう題で、あ、バックトゥーザフューチャー、はい3000ハマり見たことある、やめてやめて、まだ半分もいってないことになるじゃん今ちょうど鎌倉バックぐらいだよ、いや3000ハマったら伝説ですよ、伝説だね、で3000ハマったことはあるよ俺、あまり変わったことはあるんですか、あるある、 BMAX であるよ、はぁ初代ね、3000はめた映像を残したらそれはもう伝説と言えるでしょうね、4号機の BMAX で5000枚持ってるところから3000はまって全部飲まれた、うわぁ僕2000ちょいぐらいかな、島娘で、うん、あとはスーパーピカゴロで4000はまったことあるよ、あもちろん裏だよなるほどなるほど、うん、お赤もし、お赤までいった、これもうどれで当たったかわからないですけど、とりあえずジェネラルバトルは当たりますね、強チェリだね、ゲーム数的に広角の強チェリ 50% しっかりさせました、いやいいですか、いや出た熊の実柄、金も熊の実、熊の実柄、金だったらね直撃なのにね、あ金とかあるんですね、その上に金があって、あ当たった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 、1216ゲームで変速ショートして星が揃った、いやーい一番レアな台が当たりましたね、ようやく来ましたよ本日のゲスト、この時点で星外れる、いやいやビッグでしょ、ビッグを当てますよ、液晶はね BV って出てるよ、ビッグでしょ、揃えますよ、はい、ビッグですね、来た来た、じゃあこっからちょっとジュアンを聞こうか、あ、オナラかな、ジュアンを、はい、1217ゲームやっとだよ、もうやっと、うまい、うまいところが見えますよ、投資45本だよ、やったー、初ビッグまで、まあノーマルじゃないけどね、ボーナスプラスは ART だけど 4.5 の間違いじゃなくてっていう4万5000、すごいね、さっきのボーナスから2時間ぐらい経ってんだね、いやこれまくれんのかな、ここからまくれねえよ絶対、いや分かんないですよ、3000枚くらいないといけない、ボーナス積んでるっていうのがまあそうね、一度スクですよね、こっからもう速さに限界はないから、7ゲームひどい、気が抜けてるんだね、もうハマりすぎてね、なあ37か、少な、平均50ちょっとで、入れ、せめて入れ、そこは入ってほしいな、2分の1、でもノーマルパターンですね、はい、入らず、どこまで厳しいんだ、どこまで厳しいんだ、ぶっ殺される、そんなもんよ、そんなさ、千何百はめてさ、そう、2分の1ぐらいね、ダンスタイムぐらいいいじゃんか、別にぶっ殺される、オッケーオッケー、大丈夫、ジャンク攻撃、何、2戦目、2戦目ですよ、あー、熱い、おしゃー、あー、熱い、あと1回、あと1回、あと1回、すごいね、
あ、後ろすごいよ、ギャラリーがすごいよ、ギャラリーの人が。ジェネラルバトルに対して見て、何を、ギャラリーの、なぜギャラリーの人が今 SGG と勘違いしてんじゃないのか。5人ぐらい見てるよ、今5人ぐらい見てた今。おっ、ざけんなよ。何ここでご飯行きます。え、待って、待って、見られたくないの。見られたくないですね、やだ、予感しますね。やるでしょ。行きますよ。よし、ある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 、ボケアクソ、あるあるある、頼む頼む、いけ、だいぶ変わるよ、だいぶ変わるよ。それ歌はなし、見せてやるって。この流星拳でお前をチャンスパターンじゃない、これ。ありえるよ。あ、絶妙、絶妙、絶妙、あー、絶妙、頼む。チューならいける、チューならいけるだろ。出たどっち、どっち分かんないよ。ここで負けるのだけはない。やばい、やったよ、あいつやったぞ、あいつやった。それとともに、それとともに後ろのギャラリーは、ギャラリーはいなくなった。誰一人いなくなった。後ろ誰もいなくなった。誰もいない。誰もいない。みんなが、みんな俺らが見てたからだって思った。雲のこちらくしゃように誰もいなくなった。誰もいなくなった。5人ぐらい見てたのに今。まるまる罰が一番罪だよ。こっちもあっさり終わったね。早かったな。早いね。もうあんだけかかったのに終わったね。終わりだろうな、ここでな、ついに。知ってました。帰りてちょうどいいっつって。同じちょうどいいよ。俺もちょうどいい。全く別の帰り手だな。俺もちょうどいいよ。ちょうどいい。真逆の帰り手だ。ちょうどいい。確かに2人の帰り手は似てるようで全然違う。共通してるのは2人とも嫌な予感がしてるってことだね。そうですね。俺前向きだったんだけど、今ウィッグ引いたとこまではここから連チャンじゃねって思ったんだけど、またハマるっていう。何もないね。この台は全くやる気が見れないってなってました。はい、さあ、もう中対決か強対決確定しましたよ。おろ、あの恐竜まで落っこってきましたよ。強対決、確定対決でもいいよ。話が変わってきますね。だいぶ変わってくるけど、まあ中もあるからね。あ、ほら、そういう時大体マダラ出てきて調理実習って言われるんだよな。大相撲だったらいけるよ。ほら、あ、出た、これなんだよ。今考えられる一番弱いやつが中の下で、そうそうそう。弱対決扱いにしてほしいぐらいです。そうだよ。さあ、 MB が揃いましたんで最終ゲームなくはない。本当になくはないですよ。赤カットイン、あら、お、勝ちました。おー、やるね。4分の1これで2000枚じゃん。いや、ありがとうございます。うまっ。引き戻し特訓からのこのベルで4分の1おそらく仕留めました。ピピピピンって言うんでしょ、してこれ、ええ、ボーナス、いやそういうんじゃなくて、あ、始まった時のね、始まっちゃった時に限界突破ってね、限界突破、ピピピン。いや、これ要はこういう、こう完全な引き戻し流れないんだけど、途中で外れで引いてて、あれボーナスみたいな時もまれにあるから。ああ、うん、そうそうそう、嬉しい。明らかに今 ART のやつだっただろっていう時に途中で外れ引いてると勝手に引いてしまってボーナスっていう可能性もある。ボーナスを先表示するんでね、嬉しいパターン。そうそうそう。追加投資、いやー、え、早い早い、これは嫌な予感するな。というか、それでまだ追加する、そのなんていうだろう、メンタルの強さが。え、いやいや、だってやめてどうすんのよこれ。いや、まあ、分かる、分かりますよ。しますね、ここでやめてるのは最初から打つなってなっちゃうから。いや、そうじゃなくて、別に移動したいくもないし、うん、あ、そういう意味でリスクアップ。ほら、もう恐怖心しか植え付けてないね、今見てる人に。ディスクアップの、さあ、これから打とうという人はね、ここが一番割り高いよ多分。このまざまざしく、これは
触んなくなる可能性ありますよ今日。いいよいいよ、逆にチャンスですよ、ね、実はめちゃくちゃ甘いから。これはいや、これ本当でも甘いよマジで。今日は確かにこんなんだけど、いやわかんない、こっから逆転したらもう甘ってなる、甘ってなる、甘っていうか粗ってなりますけどねむしろそうね、粗だね、逆転したら粗怖ってなるねえ、当たった、追加2本で当たったよ。青っぽいけどな、レギュラーじゃないといいな。それ確かに、そこから収束したらすげえなー。あーレギュラーじゃなかった、やったー、バービックだ。あー来た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 、ビッグビッグで、あじゃないですか。そうか、ビタで揃えれば初代の曲になるんだっけ。やってみよう、俺一回もやったことない。全リールビタっすか、多分。ああ異色だったんだけど高設定、いや高設定ひでーなこれ高設定俺これの2分の1弾けなかったらマジ泣きそうなんだけどさっき2時間ハマったばっかりだもん。飛んでこい頼む、飛んでこい。入んなかったっす。ういひー6だ6だ、これは6だ6だ、さっきやさっき入んなくてよかった、通常時回したけどこれ6だな、これそう6だこれだってすぐこれ移植当たった上に入らなかったよ、バッチリだよ、すげえ大だな、バッチリ。いやもうポジティブにいこう、ひでえなこれマジで、繋がって繋がんない、有利区間ゼロでございます今のところ。単発だった、単発ってこったよ。はい、ということで、私前半戦約2000枚ぐらい出しましたんで、後半戦は希望を持って頑張っていきたいと思います。お疲れ様でした。じゃあ私も2000枚ぐらい入りましたんで後半に希望を持って終わりたいと思います。怖いやべえよ、今2000枚負けぐらいですね、もうちょっと負けてるから大丈夫、なんとかなるよ。私の方ですけれども、聖夜、折り返し時点でほぼプラマイゼロと、ちょっと後半戦なんとかゴールドセイントバトル1回やりたいんで、920コスモポイントもありますから後半戦も聖夜からスタートしようと思います。前半戦お疲れ様でございました。ここで前半戦が終了、結果はご覧の通り、わさびがまさかの大幅マイナス、これ逆転できるの。そして視聴者の皆さんにプレゼントする景品を是が非でも欲しいという方は今すぐこちらのサイトにアクセス、何が欲しいかは選べませんが皆様のご応募をお待ちしています。さらにゲストへの質問も募集しておりますのでよろしくお願いします。それでは次回。